まずはポイントガードテーブス海の名前がコールされました。テーブス海にセバスチャンサイズ、ライアンドシター、レオナルドメンゲル、そして今日は2番ポジションにオサカベタイテ。今日もポイントガードとしてチームを勝利にもたらします。昨日は10アシストダブルダブル記録した大浦颯太です。昨日は3ポイント3本、注目の対決ゲーム2、第1クォーターピックオフです。ジャンプボール東京が制したところ、ラベナも寄っていってラストタッチはどっちか。得点力のある3人に対してアルバルクも得点を重ねていきます。テーブスです。なんでしょうね、パワーのテーブス、技のオーラみたいな感じの、はい、あーここも奪いました。お互いにスティール、ターンオーバーが増えてきています。サイズワンハンド、再び東京ボール、橋本からここは奪いました。そして前に出るラベナ、グライピスのディフェンスかわして決めました。当たり出すと止まらない3円のオフェンス力、ラベナ、おさかべのディフェンス相手にうまく通していきました。クラーク、見えてましたね、見えてました。今度はラベナです。昨日はクラークが後半1回目のタイムアウト、アルバルク東京を取っています。本当にちょっとしたズレ、ディフェンス続けています。金丸のシュートはノーファル、ファストブレイク狙っていく、安藤に入れた、この位置です。金丸も奥体を見せながらコーナーからドライブしてきて、インサイドついてきました安藤です。2投目は落ちましたが、オフェンスリバウンド、セバスチャンサイズ、フリースロー2本目失敗しましたが、フィードボール決めましたサイズです。ここもディフェンスの反応を見た素晴らしい動き方でしたね。安藤も10得点です。水曜日と昨日はスリーポイント成功がなかった安藤、その安藤にボールが入ったところでファウルがありました。グライティスのところでミスマッチがあります。安藤中切り込んで、ナイスパス、グライティスエンドワン、10対0のランを作っている東京。バランスキーから安藤、スリーポイント3本目が来ました。安藤シュート、 B1 個人通算700回目の、まあ、平均でも20点を常に取っているようなチームですけれども、このオフェンス力というのを完全にアルバルクが抑えています。オーラのベザービーターが決まりました。チームトップの安藤の15点、そしてサイズ、メインデル、グライティス、この4人が2桁得点というアルバルクです。バスケットカウント、サーディラベナ、グライティス、そしてラベナがそれぞれフィールドゴールも決めています。サイズ、このシュートがテンテンとしながら駆け引きしながら、テーブスが打ってきた、スリーポイント、テーブスかい、まあ、アルバルクはもうちょっと簡単にディフェンスが取れてるように見えます。そうですよね。ウィンデル4本目狙ってきた、一気に来ました。大浦、クラーク、クラーク、あ、ファールがありました。バスケットカウント、コフィークラーク、いや、これことごとくテーブス選手今日防ぎますね。なるほど、はい、そこの働きなんですね。山内かわしてファールを引き出してエンドワン、テーブス海、大きく右手でガッツポーズも見せました。テーブスも2桁に乗せました。このディフェンスなんかもそうなんですよね、フットワークがあるので、このコートの全ての場所で活躍ができる選手ですね。インサイドからグダイキス、得点上げてきました。まあ、今シーズンは水曜日ゲームの黒星もあったりはしたんですけれども、この連敗というのはないというアルバルクです。ゲーム2は94対72、アルバルク東京が勝利を収めて